なんかちょっと誤解を与えたらしいことが今気づいたので、三大学三大学ばかり皆さんがおっしゃれるので、あのですね、その文科省がだから新しくですね、あの支給検討すると、新しいその仕組みについて、それでできるだけ早いうちにすぐにでも立ち上げて、そしてまあ年内にできれば一番いいんですけれど、早めにその結論を出したいと思っていまして、あの皆さんが関心のおありになるその三大学についてはですね、今の設置認可の仕組みの下では新設を認めることはできないと言っておりますけれども、見直し後新しいルールを作るわけですから、見直し後の新たな基準に照らして改めてそれらの3項についてもですよ、それだけ別扱いするということではありません、特別扱いということではありませんが、それらも含めて改めて判断すると、新しい基準ができたらその基準の下でもう一回あの審査をしますということで、全部不認可って皆さん思われたんですね、さっきの私の喋り方では。そうですよね、だそうではありません、必ずすぐ認可でしようと言ってるわけではないんです。新しい基準で、その基準で、その基準の中身を言おうと思ったら皆さんが質問が来ちゃったので混乱しちゃったんですけど、混乱もしてませんけど、だからそうではなくて、その新しい基準で改めて見直し後の基準でに照らして検討いたしますということです。言葉がたくさん、その基準は いつ作るんですか。早めに、あれ今年度中、来年度中に開設する可能性はまだあるっていうことですか。まあそれも含めたあらゆることを考えます。検討会議を近く立ち上げるということですか。あ、だからそう検討するんです。いや、すいません、来春に開設が可能なのかどうかというのは重要なことなので、撤回っていうことになると思うんですよ。それももう一回今、あの民主党とも話をしておりますし、それからみんなの知恵を借りながらやっていきたいと思います。4月開設もあり得るということですか。すいません、あげてください。